ゃあ集合です。はい。じゃあ走りますか。走ってするチームなんですかこれ。まあだからそのやっぱり結局足腰みたいな。そうですね。やっぱり足腰鍛えないと。じゃあスイングスピードみたいな、じゃあいいかな、走るのは今日もいいかな。スイングスピード一回じゃあ振ってみて。どんな感じですか。打順決めスイングスピード。打順決めなきゃいけないね。打順決めなきゃいけないから。はい、鈴木は今一応4番候補になってるけど、はい、勝手に言ってるだけだから、ね。はい、やってみて。綺麗綺麗。気持ちは？レフトスター。負けてるから電車に。電車には勝てないでしょ。もうちょっとブーンっていいですか。はい。あ、いいね。いい。ほら来た、電車来たら、これ負けないで、負けないで。しゃあ。負けないで。はい、すぐ。すぐ。あ、いいね。いや、弱くなってきてる。弱くなってきてる。はい、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 おいね。おい、おい、おいね。はい、はい、来た。はい、来た。はいはいはい、ちゃんといい、いい、いいからいいから、ちゃんといいから、それいいから、ちゃんと、はい、いいから、そんな別にその早くしない、そんな来ないじゃん、たまそんなに何球も、はい、すいません、何球も来ないから別にそんななんかやっぱいろんな練習いらない、でも誰か意味がないからさ、落合言ってたから、誰かこうやって落合言ってるから、あ、すいません、誰か手拍子だったから、こうやって来たあ、すいません、でも間違えました、間違えた、でも間違えた、こうやって言うでしょ、別に あっちには、俺別にあっちに合わせてんだから、電車のこのリズムでこうやってるわけだけど、勝手に決めないで、あ、すいません、電車への手拍子を僕への手拍子と勘違いしました、すいません、そういうとこだな、7番、7番いやいやいや、これ限定方式で打順下がってるんですか、いいね、じゃあちょっとジョーンこれ、はい、お、大砲、どっちの左、俺右打ちです、すごいな、どこ見てんの、分かんない、球をどこ分かんない、球が来たっていうことで、まずピッチャー見て、ピッチャーカメラの方が、はい、ピッチャー投げたって決めて、はい、そうですね、そんな高いのすごい高めだよ、今高めですか、はい、低めの気持ちでやります、おどうですか、当たれば飛ぶ、当たれば飛ぶ、当たるか分かんない、もっとこのほら、こう振った後こう、こういう感じでいかないと、ああ、なるほどこういう感じです、いいね、ちょっと打球を見ないと、向こう打球どこ飛んでるの、打球下に行っちゃってるから頑張ります、おお、いや、いいね、様になってきたいいよ、どうですか、フォームは、フォームですね、災害がありますね、もうちょっと、もうちょっと、こういう感じで、まず、ビビらせなきゃ、ビビらせなきゃいけないから、もっと足向こう、左足向こう、もっと向こう、もっと前にこう倒して、そうそう、もっともっとこう、もっと、そう、タイミング、はい、先生来ました、はい、来て、はい、足もっと上げて、左足もっと上げてから行くみたいな、はい、来た、はい、足上げて、足を大きく上げて、おー、いいの、いいね。あー、今のいいかもしれない、それやって100回、100回、あー、100回やって、これやるわけないでしょ、それもう体では反復だから、いいね、いいね、それ何、2枚着てんの、これ2枚着てる、なんで2枚着てんの、一応インナーを、インナーを着てます、上だけちょっと、それ1枚目いらないこと、あ、いらないです、1枚目が邪魔かもしれない、あ、これ邪魔すか、1枚目がやっぱ邪魔だな、そだからそれでなんかちょっとここでこうやるときに当たっちゃうから、あ、なるほど、インナーがずれて、一回上だけ脱げるそれはちょっと絵的に厳しいかもしれない、なんでどんなインナー、一回見せて、おかしいレベル、おかしいレベル、全然大丈夫、全然大丈夫、そっち行こうかじゃないと多分その関係ないでしょ、これバンならないですか、大丈夫、黒いのでしょ、何その乳首とか見えんの、
あ、いい、ね、こんな感じですけど、そっちの方が、そっちの方が強そうだね。あ、だ、強そうっすね、そっちの方が強そう。そっちの方が強そう。カードっぽい。さっきやった、さっきやった。スケットっぽい。もっと前、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 もっと前。バース、バース。いいね、バース、バース。はい、はい。おい。もしかしたら左なのかな。左ですか。ね、どうすか。ちなみに俺にこんな尺使います。いや、ちょっと左でやってね、左で。左の強打者か、一回やってもらって。バーズ初めて打ったやつ、初めて打った人も。あ、いい、でも、こっちの方がいいっすか。いいかも、ちょっとやって、これ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 で、これですか。変な癖がないもんね。癖あります。右だな、右だ。右ですよ、ね、右で9番だ。右で9番今んとこね。わかりました、ありがとうございます。さすが監督ですね。そうですね、そうですね。なるほど、左でやったのなんでか分かる。分かんない、右のちょっと癖を直したの。あ、そうなんですか。開いてたから、この辺、ここが。あ、開いてるから、この辺が。そうなんだ。この辺開くってなんですか。そんなひどいです、野球でこの辺が開く。いい、ね、ちょっとやってみる、スイング。はい。全然切るなよ。え？来ちゃダメなんですか？なんでですか？来ないの？野球来たいです。ちょっとさ、肌寒いな。それなんかスポンサーとか。あ、これあの知り合いのバンドのやつです。あー、そう、鍛えてる優しさも。あー、そうです、そうです。ありがとうございます。誰？あのボイスクエアキャットって、あの知り合いのバンドの T シャツです。何台と思います。ちょっとスイング目指して、スイングしようね。おお、いいね、いいね。あ、いい、いい、いい。すごいいいね。あ、やっぱ合ってたね、ちゃんと。めっちゃ流し打ち、流し打ちが短く、あ、短くするんですよ。おー、いいね。バント、バント。おー、どうですか。いや、さっきのバス岡田みたいですね。あ、なるほど、岡田みたい。長距離はバントもいけちゃう。おー、いいね、タクちゃん。うん、4番候補ですね。これ4番候補ですね。4番候補ですね。短く持つんですよね。あ、そう、試合ではこれですね。これぐらい、これぐらいで持ちますね。短い。これぐらい、こう試合ではこういきますね。あれだっけ、なんか別の野球チームで呼んでもらって、はい、全然出番がなかったらしいです。え、そうなんですか。それでそのチームに入って1試合目が出番なくて、2試合目もなくて、さすがに3試合目あるかなと思って9回裏まで来て、で最後の代打告げられるかなと思ったら、代打が吉田君って言われて、また出番がなかったらしいですよ。その時にどんな感じになったの、ベンチで。いつだったら出すんだよおい。3試合目だぞお前、出せよ。休み使ってきてんだよ、出せ。吉田君で代打なんて、すいません、吉田が代打なんて。出せ、素人出すな、経験者出せ。ユニフォーム着て待ってただろ、ずっと。出せよ、出せ、出せよ、おい。おかしいだろ、わら。何しに来てんだ俺今日。出せよって言いました。そういうとこあるんで、ちょっと扱いには気をつけて。あ、そうですね、言いましょう。この人はちょっと扱いには気をつけながら。あ、いいチームかもしれない。ですね。これいいチームですね。さあ、ということで、一番大事なのはやっぱりメンバーだと思うんですよ。はい、そうですね。真面目な話。そうですね。で、ちょっと正直今こんなメンバーで、こんなメンバーって皆さん失礼ですけど、まあ、こういったメンバーでやってますけど、結構マジ勝ちに行くならガチの高校球児だった子とか、下手すりゃもう本当プロで
やってた人とかそういう人たちも参入してもらって。そうですね。ね、熊さんね、せっかくだったら本当にあの勝ちに行くんですね。そう、この再生回数ね、48回のこの動画から始まったこれが、はい、あんな強いチームになったんだってみんなに思ってほしいじゃないですか。あ、そうです、ね、だから募集しますあの野球経験者一緒に野球やりましょう。やっぱりみんなでね、野球でこの日本を元気にしましょう、はい、という志のもとに。でいないのだからそういう野球経験者って結構いるでしょ。山口俊で現役だろそれ。いや、ジャイアンツの選手だよ野球やってる人の携帯の連絡先山口さん。山口俊さんと仲いいの知ってるけど、はい、現役でピッチャーだからそれ以外ジャイアンツ怒られたろそれ、はい、ジャイアンツ辞めてこっち来るわけねえだろ、はい、山口俊さんが、はい、すいません。だから現役だからもうあれですよね、はい、結構引退されてだいぶ経ってる人でもいいし、はい、そうですね、まあ、プロはさすがに OB の人は難しいかもしれないけど、何かしらそういういるんでしょうね、高校野球の経験者とか、はい、うん、はい、ちょっと声かけていこうその辺ね。はい、いいですか。そうですね、メンバー募集、はい、あ、じゃあこちらまで我こそはという方、トライアウト、何違うの、トライアウト、トライアウト、セレクション、セレクション、トライアウトをやりますんで、うん、ぜひ我こそはという方はこちらね、一緒にやりましょう。で、これ変な話、そうですね、目指すは一部リーグぐらいの目標でやるって感じです。なんで本気で目指す方はもしかするとここから、ドラフトかかるかもしれませんね、プロのね。そうですねここで活躍すればプロの、ね、目に留まるかもしれませんので。そうですね、なあ、あるよな、はい、はい、ぜひとも本当に、はい、悪くさお願いします。お願いします。女性とかは、あと、そうそう、女性でもいいです。女性大歓迎かもしれない。今ね、女子野球がすごい盛んになってきてますし、ジャイアンツの 女子プロ野球も結構盛り上がってきてるし、多分これからプロ野球もね、女子チーム増やしていくよ多分ね。なので女子の方でぜひともこの我こそはという方、アピールしたい方、この花輪チャンネルのサブチャンネルですけども、こちらの方へご応募いただければね、ここで、ここをもしかしたら見てるかもしれませんので、プロのスカウトがね、ですね、はい、夢いっぱいですよ、はい、頑張りましょう。お願いします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 。まあ、果たしてこのチームはどんだけやれるかっていうところがありますけれども、試合がまだできないから、まずはユニフォームとかも作んなきゃいけないですか。ユニフォーム作りましょう。どういう段取りがいいですか、オーナー。じゃあ、ヘッドコーチで監督、あ、ヘッドコーチ、どういうしていきましょうか。これどのくらいのペースで。まずはメンバーですかね。メンバーさんを。そうですね。1、2、3、4、あと3人いないと野球できないですね。そこの辺と。じゃあそこをちょっと探してやってみますか。はい、ちゃんと練習会でどういうことができるんですか。でも全然借りれますし、横浜の球場も借りれますし、人数が揃えば登録もできるので。登録、はい。ちょっとやっていきましょう。はい。はい、ということで、まだチーム名も決まってない。ちゃんと見つけてチーム名どうしようかな。なんかいいかな、チーム。はい、ということで、クセ野球チームついに始動しましたんで、乞うご期待ということでございます。はい、池上様、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。